久保さん。今回は、客に期待しない。自分に期待しない。<laughs> 期待しないっていうね。客に期待しない。自分にも期待しないっていうね。<laughs> お話をし,しようかなと思いますけど。あの、まあ、僕はずっと色々やってきて思うことが、まあ、あの、去年だったかな。やるやる詐欺っていうね。あの命名してレター作ったんですけど。やるやる詐欺。 やるやる先ぼあの、撲滅運動みたいな、なんか、レター作ってない気がするんですけど、入金しますとか、やりますとか、全くもう期待してないっていう <laughs>。で、自分にも期待してないっていう。だからこそ、うーん、なんだろうな、できるんですよね。だからこれはなんか,なんか、久保さんもなんかね、違う言葉で言ってたと思いますけど、あの、自分を高く見積もるって感じですかね。 うーん要は、常に自己否定という、自己否定とはちょっと違うんですよね、これ。自分に期待してないっていう。否定はしてないし、期待もしていないっていう。なんやねんっていう話なんですけど。だから、だからこそできる。うん。だから、常に僕はイメージしてるのは、フラットでいるってことですね。フラットで。上にも行けるし、下にも行ける。でも、そのフラットでいると。じゃあ、 あの、下に行くと、下から跳ね上がる反動っていうのは、パワー必要なんですよ。で、上から落ちる反動も、実はこれね、ドリームだったかな漫画本でね、あるんですけど、あの、野球の漫画本なんですよ。ドリームだったかなで、その、ある主人公が、ね、主人公が階段をね、ずっとの下がってるんですよ。で、一人の子が、あ,い,やなあいつはなんで登るんじゃなくてす、下ってんだと。 階段を一生懸命下ってるわけですよ。で、聞くわけですよ。なんで、の、登り力入れないのみたいな。いや、下るときに一番パワー使わないと。一番体重が、下るときに重力がこうかかると。で、その時の足腰を鍛える上では、実は下る方がいいみたいなね <laughs>。ほうみたいな、なんか、そういう漫画本があ,ったあるんですけど、ドリームだったかなドリーム。ドリームっていう、ドリーム。 野球、漫画、あドリームスね、多分、ドリームス、ドリームです、これ。ドリーム、ドリームスだ、すみません、ドリームスだ。ドリームスっていう漫画本の、その、トレーニング方法であるんですよ。そう。だから、つまり、つまり、下るときも、まあ、パワーを使うことですね。だつまり、フラットでいるならば、臨機応変にどこでも行けるってことですね。だできるだけフラットに保つっていうのが、 あの僕が意識していることであとはあのねこれ面白い話してたんですけど誰だっけなあの「線と線と川あ歌」「線の線の風に乗ってに線の風に乗って」って,っていうね歌が昔大ヒットしたと思うんですよ。 線の風に乗ってと僕は音痴ですけど、これ秋川さんかなこの人がすげえ面白いこと言ってたんですけど、あなんか秋川さんと歌うとき意識してるとこありますかっていうね。で秋、秋川さんがそのね、言うわけですよ。フラットですと。あの、感情を入れないことですみたいな。で、なんでかっていうと、感情を入れると、感情が高い 物に反応する人はいるけれども逆に言うと感情が低い人には反応しないとだからできるだけフラットに歌うとでフラットに歌うことによってより多くの人に届けられるみたいな話をしててすげえなみたいなね普通だったらそのな沖縄だったら拳とかね演歌だったらまあ演歌もそうだと思いますしなんかその感情を入れるなんか長渕剛とかねあのなんかもう感情で歌ってるような感じじゃないですかねっ あとは矢沢永吉とかもう感情うわーみたいな感じじゃないですか。違うんですよ、秋川さんフラットだぞ。フラットにこう。すーだからなんか、なんか、なんか長島茂雄みたいになんか表現だったような気がするんですけど、スーみたいな。スーッ。ファーみたいに伝えていくためには、フラットでいなければいけないと。この考え方はね、非常にね、僕はね、電流が走りましたけどね。すごいなっていう。今までの概念としては、なんか感情を入れるみたいな。 なんかね、あったんですけど、まあ歌ですよ、歌ですよ。うん、僕は歌詞ではないですけど、それはなんかインスピレーションをすごく受けましたよね。うん、常にフラット、フラットの、フラットの道を歩くってことですね。フラットの道。だから、まあ道で言うならば、うん、こう上げると、上げるパワー、下がるパワー、ここにパワーを使うと。で 下がった時、状態も下がる、うわーってなるし、下がった時からうーって上げないといけないし、でもフラットの、フラットの、本当にフラットのね、えー、道であるならば、超スピード出しやすいんですよ、実は。これはもう本当にリアルな、車もそうなんですけど、新東名新東名で僕3、4回捕まったわけなんですけど、新東名のめちゃめちゃフラットなね、トンネル3車線。めちゃめちゃスピード出るんですよ。で、しかもね、こう面白いのが、まあ、僕ね、260ぐらい、まあ、あの、まあ、いいや。まあ、それで <laughs>、 <laughs> あの全然出てる気しないんですよ本当に道がフラットで綺麗な平坦な道だとスピード出してるんだけどスピード出してる感じがないですよねこれ面白くてめちゃめちゃ綺麗な道でフラットでだけど出してるんだけど出してる感じになんないんですよねすごいなんかタイヤが吸い付いてねこう路面としっかりと吸い付いてシューっていくみたいな感じなんですよ だけどこれはフラットでもデコボコちょっとでもデコボコあるとこのちょっとのこ,のこのデコボコがスピード出してるとバーンっていくのでもう本当に綺麗なフラットですねこれはスーッと本当にいきますねしかもスピードか出てる感じしないですよ不思議で新 <laughs> 透面気をつけましょういってらっしゃい